寂しかったよ。だってもうそれは沼にはまりすぎています。思い合い、こんばんは。良平さん、としやさん、すけさん、テリーピーさん、浅香さん、しばけんさん、あ、ゆうちゃん、おばけ、カエルさんとさん、かわいいゆうと、まさひろさん、みつるんさん、ねっこ、ありがとうございます。ひろしさん、しまんちゅうさん、赤色さんとさん、バオバブさん、ひなたさん、ゆうちゃん、ありがとうございます。あ、メール送らないと。54分。こんばんは。ケンジさん、かわいいギフト。ともゆきさん、20世紀ともちゃん、愛してます、ありがとうございます。メールを送るメールを送るんでした。そう、今日はラジオです。今メールを送っています。ってこと。
今日は野球ないんじゃなかったっけ。今日は阪神ない休みって言っとった気がする。押すことはないと思います。よし、メール送った。なんか急に寒くなった。でも嬉しい、めっちゃ。夜とかさ、もう普通に寒い。なんか涼しいとかじゃなくて、もう夜は寒いじゃないですか。嬉しい。この今のね、時期が私は一番好きですよ。あの昼間はちょっと近いな、よいしょ。昼間はあのあれ、涼しくてあの上着がいらない感じで、で夜はまあ寒いというね、一番いい時期、さやが一番好きな時期。このなんかブラウスとスカートだけでいい、一番いい時期。なんかさ、あれは嫌なんよ、あの上着コートとかを着る時期は着る時期でいいけど、ちょっとまあ着なくていいに越したことはないので、上着がなくていい今の時期一番良い。おでんまだ食べてないや。でも確かに今年の冬はおでん食べよう。もう半袖はね、ちょっとだいぶ無理かな。数日前までは半袖でもね、いけたけど。朝と夜が寒いよね。中野さん、ゆうちゃん、もてゆきさん、50代独身さん、猫、青鬼くん、50代独身さん、猫いっぱい、ありがとうございます。しまんちさん、ありがとうございます。エアコンをつけんくてよくて、あの窓を開けれる、昼間に窓を開けれるこの時期一番好き。明日は半袖だけで行くのやめます。公演、ライブはさ、公演中はさ、室内は半袖でも良さそう。上着さえ持ってきて、外で上着を着ておけば別に家の中というか、室内は
半袖で良さそう。特にね、公園は声出しするでしょうから、特にいいと、半袖でもいいと思います。目が乾燥する。そう、もう今日というか実家でみかんをいっぱい食べました。もうみかんの季節です。みかん、今年はこたつ買おうかなって思ってきた、なんとなく。家でラジオ出る時とか、リモートのラジオの時とかさ、こたつがないと夜しんどそう、寒そう。みかん美味しい。みかんも梨もぶどうも食べた。秋のフルーツ。皮も食べる？どういうこと？え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？え、みかんで皮を剥がすってこと？全部。剥がさんやろ。皮ってあれでしょ？この皮じゃなくて、この中の皮でしょ？剥がさんでしょ？え、剥がすん？剥がさないよ。剥がす人の方が少数派じゃない？わからんけど。みかんはまあ秋冬じゃない。矢野さんと最近会ったって。会ってない。会ってませんね。薄い皮剥がす、剥がさん剥がします。私はあの白いさ、繊維みたいなやつとかならわかるけど、あれはまだわかるけど、剥がさないです。剥がさないよ。剥がすっていう発想ない。いいちゃん、ケンさん、ラブレター、ギャンさん、栃木のスーさん、ケンさん、お化け、 MJ さん、ありがとうございます。みかんを焼いたら甘くなるらしいって。焼く？へえ。そして剥がす派の人が少なさそう。繊維取りたいのはちょっとまあ気持ちわかるけど、皆様インスタは見てくれましたか？久しぶりにリールを載せました。白い繊維あんま取らないの？お腹が鳴った。
ヌさんとサラピって子可愛いよねって話したって、どういうこと？どういうこと？サラピって子っていう会話を矢野さんとしたのであれば、矢野さんめっちゃ他人行儀受ける。見て、そうインスタ間違った、リール久々に作った。リールはねめちゃめちゃ短い動画では作ろうと思わないんですよ。なんかめっちゃ数秒ではリールの意味がないって思ってるけん、数秒ではリールにしないので、割と長尺その長尺じゃないと、この時は何秒あったかじゃないと、長尺じゃないとリール作らないので、ね、かちょっとカフェに行ったぐらいじゃリールは作らないのであんまりない。矢野さんは他人行儀じゃないと、ご丁寧な説明。でも矢野さん会ってないです。会ってないって言っても8月、あれ8月だっけ、8月に会ったけど、そう半袖、ちょっとニット生地のワンピはニット生地なのでちょうど良かったです。昼間には、夜やったら寒かったかもしれんけど昼間なのでちょうど良かったです。確かに天気も良かった、秋空は一番いいですよ。マムルンさんありがとうございます。ケンさんまたまたラブレター、スマイルさんありがとうございます。本当今の時期が一番いい、もうこのままでいい。もう昼間はもう激寒になる季節より、今のこの季節が本当に全部ちょうどいい。全てがベスト。でも本当急になんかさ、今年秋来ないんじゃないか説出るぐらいさ、最近までめっちゃ暑かったのに急に涼しくなった。その洋服もね、ちょっと買い物行ったけど、もういろいろ欲しいものがありすぎて悩んだ。
モブランさん、ありがとうございます。悩みました。ブーツとかショートブーツ、ロングブーツ、ショートブーツとかもね、買いたい。寒いの嫌ってあんま思わん。それは暑いより全然いい。暑いより全然いい派なので。全然良きです。冬はでも家に降りたくなるのもちょっとある。でもそれぐらいがちょうどいい。夏生まれの人は夏が好きで、冬生まれの人は冬が好きなイメージある。なんとなくね。じゃない人も絶対おると思うけど、なんとなくそのイメージ。あ、もう冬生まれで冬好き。赤色サンタさん、ハートありがとうございます。梅雨生まれだけど梅雨は嫌いって。確かにな。それも梅雨生まれやったとしても梅雨は嫌いな気がする。秋休み取れてよかったねって。別にね、秋休みを取ったわけではないんですよ。たまたま休みがそう続けてできたけん、帰省できただけであって、決して7月、8月、うん、9月かが忙しかったけん、秋休みどうぞってもらったわけではないんですよ。そう、急にこっからここスケジュール入らなさそう、じゃあ帰省させていただきますってそうなっただけで。お休みを休みをくださいって言ってどうぞってもらえたわけではないです本当たま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 です。でも本当久々、こんな数日数日の数日続けての休みは久々です。ツアーの時に一瞬家に帰ったのを覗いたら、帰る福岡に帰省できたのはめっちゃ久々。5月とかかな、分からん。友達とも会うのめっちゃ久々よねっていう話になった。田中美穂とはツアーの時に会ったけんあれやけど、でも前回多分ね帰省したのめっちゃ前なんよね多分。
5月とかかもしれん。そう、最低2、3日はないと帰らないので、そう、2日以上連続続けた休みがないとちょっと帰らないので、のんたんさん、ありがとうございます。福岡お話し会の時宿泊するのはどの辺が良さげって。やっぱ大名天神、役員か天神、まあ大名とかその辺か、博多とかやっぱその辺じゃない。田中さん元気って、元気ですよ元気じゃないことはないと思う。広島と福岡は大阪行くのと同じぐらい。広島から大阪、いやでもまあ1時間やけん、大阪は1時間よね多分。まあ似たようなもん似たようなもんです。しばらく会ってない気がする。どういうこと？サラと私とあなたがですか？週明けお仕事で福岡に出張。おー、いいじゃないですか。真似したいチャンス。みかん美味しいですね。明日ね、久々の日曜、こうラジオが始まってぶりやけん、多分4月ぶりぐらいの日曜公演、日曜日の公演に出るのめっちゃ久々なんですよ明日。福岡のお話し会の時期クリスマスマーケット、あ、やっとるんやない、12月10日、絶対やっとると思う。12月なら博多駅、まあやってないとしても博多駅のイルミは絶対あるよね。いや、やっとると思うけどな、絶対やっとると思う、絶対やっていると思います。明日は公演、皆さん来られますか？昼公演は当日券あるみたいですよ。昼公演はいつもよりサラファンの人は得かもしれない、私オータの人は得かもしれない。確かに滝野さんと花だれ出たことほぼない気がする。正月ぶりとかじゃない？違うかな？久々の夏好き？そうだっけ？ああ、でも確かに。でも花だれ出たのこの前の気がするけど。2公演行きますって。下手、うん、みんみんさん、ありがとうございます。
紙手紙、みんなから見て右が紙手、メンバーがマイク持っている側が紙手です。それはそれで覚えた。最初さ、紙手下手なんてさ、業界用語というかさ、まあ専門用語やん。普通に生きとってさ、紙手に曲がりましょう、うん、紙手行きましょうとかなんかあんま言わんやん。紙手側とかさ、右左で別に言うけんさ、そう覚えれんかったけど、最初1年ぐらい歌が上手の紙手って覚えた。マイクを持っている方が紙手です。おいでます元気さんばら、ありがとうございます。そうみんなから見て右側が紙手。でもサラはそんな鼻だれはそんな紙下のアンバランスはない気がする。僕隊の頃はほぼ紙手みたいな感じやったけど、めちゃきのこさんありがとうございます。左手にマイク持つんだって、嘘そこからいつも左ですよマイクは。まあ上手にいても下手にいてもレスチャンスというものはもう全方向ですから。私が上手にいる時に下手にいる人にあえてレスを送ることもあります。ただそこで見ていなかった時は送りません。チラッと見といて見てないなと思ったら送りません。目の前にいても私が見た時に見てなかったらもうレスチャンスの時にしませんレスチャンスの時だけ見ていたとしてもしません。プーチンさんありがとうございます。まだお話し会にいたら自分に気づきませんね。まあでも公演はね、ペンライトの色によります。自分のファンの人だとしてもペンライト持たない派の人にはなかなか気づきにくかったりするし、やっぱり光っている方が視界には入りますからね。やっぱりどうしても人間というものは光に目が行きます。わかるよ、ずっと見とってもね、見逃すことってあるよね。私もミニオタク時代はずっと推しメンを見ていても一瞬のまばたきの間にスッと違うメンバーに隠れたりして見えんくなって、あれどこ行ったってなるときはちょこちょこありました。そう、白白の、そう、本当に白白のペンライト、ツアー期間とか結構思ったけど、なんかそれは白白なのかみたいな。もうサラがそのファンの人は私推しだって分かっているから、いやしかももう絶対私単推しだって分かっているから、そう、もうそれはきっとただ電池切れか、なんかミスってずれたかなんかだろうなって思ったけど、なんか白黄色になっとったり、白ピンクになっとったり、なんかそれは白水色ですかみたいな感じになっとる人結構おる。やっぱ白は充電がさ、電池切れるのが早いけんさ、多分あとついとっても気づかん、なんかついてないみたいな、なんかただのついてないペンライト持っとるように見える
こととか結構あった。いやもうそのファンの人がサラ倒しだって、絶対サラ倒しだってサラが思ってなかったら、ん？みなみさんに推し変したのかなって。白黄色、みなみ、え、みなみさん白黄色だよね、違うっけ、いや誰やったか忘れたけど、そう白黄色なのか、推し変したのかって思うぐらい、そう白黄色とか白ピンクとか、そう、しかももう毎回白ピンクになってないみたいなとか、水色なんか白なんかどっちなんかみたいな、そう結構あった、そういうの。キャンパーさんありがとうございます。白はね電池がすぐ切れるんだよね。間違ったスイッチを押しちゃいやすい、うん、ピピってねずれるよね、わかるよ。最近はオタ活してないの？オタ活？もうメンバーだったからはまあそんなしてないんですよ。現場に行けないのでね、なかなか。あと推しメンがもうどんどん卒業していったので、モテールグループの推しメンは小栗さんだけです。さやまちさんありがとうございます。白白です。千穂さんはもう千穂さんのオタ活なんてできない。だって自分が出ている公演にはもう行けないんだから、大体同じステージ、チャートリでも16人でも選抜でも大体同じステージに出てるから、千穂さんのステージを、千穂さんのオタ活をしようってなったら、もう千穂さんのソロ公演をもう一回やってもらうぐらいしかそう、ソロ公演やってもらってそれを見に行くことぐらいしか。ピノさん、ともゆきさん、ありがとうございます。写真がいっぱいあります、この期間で。徐々にインスタに載せたり、おはようツイート、ツイートじゃない、おはようポストおはようポスト、おはようポスト、おはようポストに使ったり、メールに載せたりしていこうと思います。おいでます元気さん、ありがとうございます。おはようツイートではなく、おはようポスト。今週というか明日からの今週は、来週は結構ねいろいろイベントが
詰まっておりますので、明日は花だれに公演あって、水曜日はチャートリ公演があって、金曜日はクックパッドがあって、土曜日はサイン会があります。なんか発表サイトってなんだっけ、いやされてない、いやされた多分。10月28出なさそうですねなんとなく10月28マイカーでしょ、マイカーと花だれの2部なら多分私は出ないと思う、きっと、わからないけど出ない気がします。土曜日10月28、一部がマイカーだから多分パセリが出るんじゃないって勝手に予想しておきます。知らないので何とも言えませんが、でもきっとそうだと思います。わざわざそうじゃないメンバー連れていくことはない気がする、わからんけど、多分ね、わからないけど、日曜日の公演も勝手に出らんって思っとったら入っとったけん、わからんけど多分出ないと思います。11月5日の花だれはきっと出ると思います。日曜日だけど出ると思います、わからないけど、アンナちゃんの卒業公演あるし、そっちは絶対かは分からないけど出ると思いますっていうただの予想です。知らないので予定知らないので何とも言えませんけど、あと11月12日のマリーナホップピースストックにも出ます。それは確実に出ます。ぐらいですかね。明日は1時5時か。ピースストック。マリーナホップ久々、ドライブインライブとか、ドライブインライブかもしれない。
夏フェスが終わった。確かに関東方面ライブはなさそうですね。確かに。ラジオ終わり寝たら寝過ごしそうなのでそのまま新幹線乗りました。まあでもみんなはね聞く側なので、特に明日公園に来るよって人はそんなラジオを無理して聞かなくても大丈夫です。無理は禁物。出演する側ではないのでそんな無理に聞かなくてもね、まあ、つけて寝ようぐらいの気持ちで大丈夫です。幕張？ああ確かにね、確かにね、全員で幕張行ったりするなら花だれ久々にねやったらいいのに。東京公演とかも確かに。アザージャケットサインかあるんかな今回、どうなんやろ。チキ会もねあるんかないんかって思っとったらあったけん、まだわからんね。ただ知りはしません知りはしません。チキ会もアリちゃんと配信しているあのタイミングで知っただけなので知りはしません。でもあるといいよね。あのジャケシャはね、いいよね。ジャケシャのサインはいいよね。みんないろんな予想が、予想大会が。知らんですよ、全ては知らんですよ。
ファンミーティング、ファンミーティングって何、私は個人ファンクラブ始まっとらんので。ナイスナイス、個人ファンクラブは知りません。始まるのか始まらないのか。写真は撮ってるけどね。でもあと何人か始まってないメンバーいるんでね、わかんないです。まだまだ先って噂？サラピア結構先って聞いた。何の話？どこ？何の噂ですかそれは。本人が知らないのに、どこから出た情報ですか？テリーピーさん、矢島さん、猫、ありがとうございます。本人が知らないのにさ。何の噂だ、それはマジで噂にしかない。てかどこから出たかもわからんし、勝手に一人が言ったことが広まっただけじゃないって思う。私は何も聞いてないので。私もお話し会で誰かの誰かにまだまだ先だよとかって言ってないし、知りません。先月とかに始まったメンバーも始まるらしいみたいな感じやったけん、知らないみたいな感じやったけん知りません。ただそんな当分先みたいな噂は勝手に流さないでください。知らないんで勝手に流さないでください。知らないので。写真は撮ってるからね、そのあの宣材写真みたいなやつ。でも早く始めてくれないと、あの写真が1年以上経ったりしたらさ、顔の雰囲気なんとなく変わるしさ、やめていただきたい古い顔なんていうやろ、なんかさ1年以上経ったらやっぱ顔の雰囲気ってなんか変わるやん。背景ぼかしてないよこれ、何もしてないよ。なんや、まだまだ先で必要の何かを取得してないって、失礼なオタクだ本当。確かに1年以上経ったら取り直したいよね、もはや。そんなオタク同士の噂なんてあるんだね、オタク界隈の噂なんてあるんだね。髪の長さ今とやったら全然違うよ。でもその時撮った時これぐらいだもん。めっちゃ前に撮ったしね、あれ。いい噂ならいいけどね、失礼な噂を流さないでください失礼な、勝手に失礼な。
ゃあそろそろランキング読もうかな。10枚目のミニライブ知りません。知りません。知らないよ。スケさんありがとうございます。なーにも知りません。なーにもは嘘かもしれんけど、基本的にみんなが知らないことは知らないです。サラピが行ったお店と食べたメニューの話してます。あ、そういうのはね、すごく幸せな会話なので、どんどんしてください。いいよ、みんながそんなに気にならない。サラが聞くから。サラが聞くから。もう大人に聞くから。ファンクラブの件はどうなっているのでしょうか。始めるにあたって何か条件があるんでしょうか。ファンの人にそういう風に言われたんですけど、事実でしょうか。始めるために必要な何かが足りてないって聞いたんですけど、本当ですかね。そういう風に言われたんですけど、そういう情報がファンに言っていると聞きましたが、これは勝手なファンの中で広まっただけの噂なのか、それとも誰かしらが言ったのか、また遅い時間、もっと遅く、まだまだ先と言われたので、写真をまだまだ先になる場合、写真を撮り直してくれますでしょうかってね、言いたいと思います。言いたいと思います。ゆきさんありがとうございます。それではランキングを読みたいと思います。48位ギャンさん、24位栃木のスーさん、13位島津さん、12位ともゆきさん、11位バババさん、10位おいでます元気さん、9位やじうまさん、8位みつるんさん、7位けんじさん、6位20世紀ともちゃん、5位花火師さん、4位ゆうちゃん、3位50代独身さん、2位ケンさん、1位赤ヘルサントさん、ありがとうございました。そうだよ、始めるにあたって足りない何か、足りないとか言うなと、始めねえから。そんな失礼なこと言うなと、始めないから、足りたとしても始めないからな。それでは今日もね、1時半からラジオでございます。まだ11時。そして明日は2公演でございます。よろしくお願いします。納得じゃない、失礼だ、失礼だわ。ほんとみんな、みんなじゃない、ほんと一部の人って失礼だわ。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。